お疲れ様です。ラットです。そして滑舌失礼します。ちょっと上げ。はい、ということで、今日もクラッシュロイヤルやってきてると思うんですけど、はい、ですね、ちょっとね、今日ちょっと今僕辛いね、辛いことにあってね、その小谷にも今起こされた、もうね、もう寝てるのに起こされてね、今ちょっとね。いや起きて1分ぐらいでどうぞってます。いやでも違う、どげとるやろって起こされる、ちょっとねいじめを受けてます。まあでも皆さんが動画を見ていくのは僕側ができるところでね、はい、その通り、というわけで、マルチいきたいと思います。もうね、はい、シーズン終盤で、僕の今季76ルーム級まで行ったんすけど、未勝加減ガまで行って感じ、そう行ったんすけど、もう負けちゃって、もうね7人ぐらい行ったんすよ。夜中身がってずっと少ない、無限マルチして、で結局なんかね、いろいろ使ったんすよね、そのデッキを、はい、けどトリントンロイジャイで、7649まで行ったんですけど、はい、結果ね、やっぱ G やっちゃロイフグだなってことでお気に入りのね、まあ、ね結構このロイフグでね、なんかね、この履歴だったら7273ぐらいいた、まあ73とか、うん、いたんだけどね、今ここね、はい、ロイフグでねちょっと安定してきてるんで、はい、行きたいと思います。お願いします。はい、今 75? 今75です。マジでね、今季ポロスで勝負してるんですよ。いや、期間がちょっと抜けてる感じはくぐって、誰が今シーズンまあ一番上いけるかっていうね。まあね、結構これ勝った人がもう1ヶ月か2ヶ月間くらいマウントを取り続けるっていう、まあね、ご褒美があるんでね、勝つと。まあね、あ、迫撃ディガーはやきったなんで初戦からマジでこれ、最悪だよマジ。この人ね、迫撃めっちゃうまい人で、マジで切れそう。これもうなんで初戦からこんなつれんぞと引かないといけないんだよっていう。毎シーズン結構上位に行ってる迫撃使い、なんで初戦からこんなきちいの引かないといけないんだよって。これディガーギャン、ディガーギャンきます、ディガーギャンきます。なるほどね、もう分かっていくか。しかもマチュアとめっちゃ削ったよ。来いよディガーギャング、こっちか、はい来いよディガーギャングですか、これ確定、確定演出出てますよ。あー、来んかったら俺が欲しいみたいな素晴らしい、よしよしよし、もう分かっていくと、ね、もうね、やりすぎて分かってますねよしで、次ですね、はい、ここがまたね、むずいところですね。迫撃きて、まあ、相棒今、切ったんで、で、ここは、うい、まつを下げ、また抜いていく。OKOKOK。まあ、まつを下げ、両方の皮、めっちゃ削りますから、ここからがきついと。うん。これで無視したいですね、一回。あんま守りすぎるとね、はい、ちょっとずつアゾ取られて、あのディガーギャングとかですら防衛できなくなっちゃうんで、気づいたら気がつくね。で迫撃つかディガーを次からは、まあ、しっかりミニペッカで拾いつつ、はい、攻め迫されたら逆サイロフグからのマジ打ちを繰り返していきたいんですね。なんで自分からあんまロフグ飛ばしたくない、言ったらね、あ、相手が動かない限りこっち、そうだから相手に防衛、オッケーオッケーオッケー、もう一回同じパターンね、うん、で相手はさっきと同じパカン、マチャチャに迎えていくか、うん、許容庫で、これはアイグルが取ってるから一回我慢して、これ許容かな、まあ悪くない流れなんではないでしょうか。あ、もうね、集中してる、あ、なるほどね、集中状態というところでね、やっぱディガー拾うよりミニペダシーの OK、 おー、拾っていく、でこの迫撃もアイグルから出かかっている、あ、待って、お、やばいやばいやばい、待って待って、なえぽよ、なえ、なえる、なえる、なえる。頑張って、頑張って。まあまあ、なんてなーい。これやばい。ロイホグコファイボーを待ち明けしまったようです。そんなことがあっていいのか。まあ、しっかりリガーを拾っていき。これでも左攻めたいけど、右だな、攻めるの。ファイボーで防衛発揮を壊していき。コウモリで受けるでしょ。はいはいはい、お、相手はお、リガー用にミニペッカー、これは前に引け、ウェイ、こわじしゃしゃったよ、しゃしゃったな、絶対待ち合わせいるよ、ミニペいるよ、これ結構きついと思うけど、ファイブ打ったらこれ、待ファイブ打った後このまま打ち合うだって絶対きつい相手、ウェイ結構入っていき、僕は負けない、残り1242、
防衛迫撃から相手は入りますね。そう、防衛迫撃されると僕は逆にどうにもできないんで、まあ、ファイボで削っていくと、あっちももう早く削りないとファイボで削られてしまうため、リガーファイボを積極的に打っていきます。おお、早い相手も。おー、このやりをマチャチャが延命かけ、リガーファイボが間に合うか。おお、どっちが早い。ああ、2球でやっけ、ファイボーだってピッ。はい、審議。なんか、まあ、試合中に僕のファイヤーボールが、はい、横にゴブリンすら出てない逆側に。相手の迫撃に対してポーンってどっか行くやつ。審議だよ。あれね、コタにその、この画面直下マジ皆さん気づいてないと思うんですけど、僕がね、ただ5タップしたからのように思うじゃないですか。するわけないじゃないですか、普通に考えて。コタが横から直下出してきて、僕ね、さすがに動画撮ってたんで怒んなかったんですけど。いや、コタの人差し指が。いや、僕、こんな悪いことするわけないでしょう。うわ、つれえよ。あれなかったら生きてましたよね、多分。ちょっとね、もったいないかなっていう感じで、あとでコタはね。負け何もしてない。もう相変わらずかっちゃんだな。ファイボじゃなかったら勝ちたいですね。ファイボじゃなかったもマジアチャが頑張ってくれるはずという。やば、橋前プリン来るね。あ、エイム下手。あ、コタ何を言うちょ、コタに、まあ、今のね、やっことしきはプリン抜いて、さらにタワーも抜いていきたいというね、マチュアチャゲシカがエイムが良くなかったと。そんな卑猥な言葉ばっか言わないの。言わけない。おかしい。まあ、コタそういうところあるんでね。ちょ、おかしいでしょ。でも相手はね、まだ呪文はまあ普通なのよ、結構。で、アウプリの枯渇ですかね。アウトロプリンスですね。いい。まあ。OKOKOK。全然いいですよ。全然いいですよ。僕は勝ちますよ。ここのバゲグにローリングと。ドル防衛で。まあ、ここにこれ、ね、ファイボー打てない球界を結構確定です、ね。ああ、マキュアプリも絶対できないから。OKOKOK。このマジは実況してますね。ちょっとアウプリも使っちゃう。面倒くさそう。ファイボー、ウェイ。からのしっかり受けて、OK、でこの引きは強でいいですね。右左側のダメージは受けてないんで、はいはい、こういう風にバトル最中に受けてない方を強要するのが大事ですね。右左同じくらいでワンチャン橋前プリン警戒だけど来ねえな。これローリング飛ばしてもいいかな。ちょっとまあこっちとしてもね、ファイボーかこのプリンとかちょっと厄介かなけ。うん、だからね、うまいサイクル入られるとちょっと怖いですね。このマジアチをあんま傷つけさせたくないんで。おー、コウモリ2回受けていく。これファイブ打って、ウィーファイブ打って結構入る。これマジアチがね、タワーに乗ってます。知らないうちにマジアチ頑張ってんじゃん。俺が頑張らせてんだよ。これね、クラロワにおいてるもんね。僕が前コタにね、コタが無駄にユニット出してて思ったんですけど、はい、この人たちに仕事を与えないといけないんですよ、僕たちは。なるほどね。なんでユニット出したのに何も仕事せずに死んじゃうと逆にその子たちがかわいそうなんですよ。なんでしっかり働かせてから死んでもらわないと、この人たちが逆にね辛いっていう。しっかり仕事をさせるっていうね、ユニットにもし、じゃあスパーキー僕たちが使ってるとします。はい、あれがロケット持ってます。はい、でじゃあ後ろからただスパーキー出してあげたりするとロケット撃たれて彼らは何も仕事せずに終わっちゃいます、はい、それだとかわいそうなんですよ。彼らは仕事したいのに仕事できなかったんだから、はい、無意味なシーンになっちゃうって。だから彼らに仕事をあげるっていうので、は高めにね、そのロケット持ってるとしても高い位置に出してあげて、何かを処理だけ、アウトロー、こういうもし枯渇相手だったらね、ロケットあるから死んじゃうけど、じゃあ端前からアウトロー来てたらちょっと高めにね、この辺にスパーキーとか出してあげて、アウトローボーイだけでも殺させてからバイバイっていうね。なるほど。しっかり仕事をね、はい、彼らにつけてあげてください。皆さんこれ覚えておきましょう。もう何言ってんか分かんねえよ、もう。なるほどね。うん、まあ試合に集中してください。そ
それな。集中してますね。気づいたらもう勝ち方な雰囲気で、ね。甘いよ。まだ甘いと。うん。ウェイ。完封されていく。はじめマジで作るでしょうね。はじめプリンか。いや、これ聞いてください。はい。お、ファイボニッシュ。ファイボ、ファイボニッシュがな。おお、マジアタが生きていく。来ました。よし、あぶねえ。気づいたらね、もう勝ってるっていう。気づいたら勝ってるのはね、君。俺は今勝って、一瞬考えてやって勝ったんだ。俺は学校の話をずっと聞いてたから気づいたら勝ってるけど、多分見てる人も学校のいい話をずっと聞いてたんだよ。なるほどね。まあいい話かわかんないですけど、しっかり働かせてくださいね、ニットね。しゃあ、というわけでまあね、もう一回だよ。一生いっぱい。一生いっぱい。ここで勝ち切れるかどうか。もう BO3 だよ、はい。もうマルチ BO3。ね、相手が違うけど、まあ、自分の中では BO3。そう。ここで勝てば、リーグもね、勝ってるのも。ここで負けると、うん。負けてるのも。おい。わかるか。勝ってくれ、信じて。そういう気持ちでいいと思うんだ。神相性来い、神相性来いって祈るだろ。祈るな。うん、そういうことさ。まあ、神相性来ても、まあ、よっしゃ、まあまあまあ、勝つかっていうね。勝つんだ。結局勝つからね、まあ、こういう。よっしゃ。うい、どれかな。来ました。わかんないな、日本人の方が。いや、聞いて、この人ね。うん。変わった時期。日本人って言いますか、おいしがない。これめっちゃだっけ、五日間で見たことある気がする。わかんないけど、ロカガンの記憶ある。ハルチェバルーンか。ぽいな、ぽいな。ああ、つれーよ、ハルチェバルーンはね、つれんすよ。まあ、皆さん見てわかるでしょう、つれーよ。ああ、しっかりね、勝ちたいんですけど。これなー、マジ。でも、このバルキリーに何かしないと。うん。マジアタがえぐいくらい抜く。あ、自分からそらしちゃった。ここで攻めてくる。サイテがね、結構厄介。ファイボで死なないんで、このミニペッカ結構殺してくるから。早い。てかもうたまたまみたいなとこある、今のさ。あー、もったいねーっすね、今のコウモリは。出す位置甘かったな。もう2個ぐらい上にね、適当にポイって出してけば。打ちにくかったか。今てかまず今のバルーンの一発が入ってないな。相手は多分一発決めようと思ってザップ打ったらたまたまコウモリ出てラッキーの感じかな。まあまあで、これを、はい、相手はザップだけなんで、マジアチャ出して、うわー、ここ延命してーな。多分トルネで多分マジアチャ内側にしてくるかもしれないんですよね、はいはい、もう言っちゃうとね。まあ、今回しないともう、うん、少しでもねマジアチャを早めに殺すかい。これね、もうみんなこれする。うん、マチュアチュア太しか物か。何回見たことかっていう、これ。一回行けばファイボルッカからここ。ファイボルッカこの。ああ。鬼きついんですね。もうね、いじめ。ええー、マジで、なんでだよーっていう感じですね、マジで。で、これの勝ち筋としたら、じゃあどうやって勝つのってあるんだけど、はい、きついんですよね。なるほどね。まあ、言ったら相手が先に攻めてくれたらそれを守ってなんかでいい感じにカウンターとかできるんですけど、相手がこんな風に受けから来るとね、逆に最初に僕が攻めちゃったのがちょっと良くなかったかもしれないですね。これ絶対バルキリー来るんだよな。バルキリーともう一発も入れかけないみたいなね、守り逆が。おお、ここでマチュアチュアかけ入れくけど相手は一撃も守る。めっちゃいるんだけど、めっちゃ硬いのいいんだけど、うん、これがどうするのバレてるでしょう。今日はバックしかない。ああ、いやー、ファルチアミもファルチアミも外しましたぜ。いやー、悔しい。これね、ちょっとあの、ちょっと待って、はい、あの、はい、1戦目思い出してください。1戦目思い出して、やっぱ外野にね、画面タップされたら試合ノーカウントじゃないですか。あーノーカウントじゃないですか。そういうことね。一戦目これで邪魔かいかかノーカウントやって一勝いっぱいと、うん、今一勝いっぱいですね。ちなみに言うと僕は変わっておりませんが、まあ点ゴットがね、いつも言ってます。嘘の証明はできないんだよってね、あの言ってるんですけど、
マジで、まあ、本当の証明もできないけどねっていう、嘘の証明は本当に証明できないから、皆さんね、嘘をこうつくと、はい、あの嘘の証明できないんですよ。つまり嘘を結構つき方がいい。そう、嘘はねもうついたもん勝ちなんですよ。あっちゃん来たよ、あっちゃ ん, ちゃんマジでこれあっちゃん、おお、あっちゃんだな、やっぱあっちゃん、ヤナムザップのあっちゃんだなこれね。こういうお見つけ方がってこう絶望。あっちゃ ん, あ, っちゃん、ね、あっちゃん来ちゃった、あっちゃんマジで、あっちゃんっすね、あっちゃん。あっちゃんはちょっと違うが、もうこのあっちゃんはね、海外でも有名な、まあ、キヨキヨさんがちょくちょく動画で紹介してたっけ。そうそう、あ、え、見ごがんの、なんかでも、めっちゃ延命されてる。あれ1A4 ザップ来て、あ、待ち合わせがめっちゃ入るよ。いやでもね、これもうスパーキー守りが、ね、疲れるだけでもうね、あ、泣きて。まあ、リセットがなくて、で強いね、なんか、結果点はいないんで、スパーティーにかけるやつがいないか。うい。うわ、おぉ、ゴーリーを延命していく。でも、おぉ、今のすごい綺麗。あーちゃん、かっこいい。よっそうですね、アスチニ選手ですね、海外のプロロープロで、今これ、ロイフ飛ばすと、はい、あのスケルトンアーミー来るんですよ、マジ。なるほど。つまり、飛ばせない、いや、飛ばすけると打つか。うわ、捨ててきた、うわ、最悪だ。やばい、これ、あの、もう、J、ああ、もうな、ああ、失礼しちゃった。まあ、相手としても、多分、ウッドが読みで来るっていう可能性を考えていて。キーさん、これを今しなければ、多分、こう、守れてたんですよ。じゃあもう守れないと、もう相手ジャイギャングバレルみたいなのきますね。来るな来るな、構えが、まあここマジックアーチャーが、あれ若干相手早めに打っちゃって、スワップが来た、うおー、ここちょっと残るやつが違う。でもキッズスパされるんすね、これまた。確かに、2本目降りに行くのが、お、そっちに行った。ここは行け、逆にキッズスパしたらもう、あ、でもこれスキャミか。これをスキャミだ。読むとは、あ、勝ってる感がって。毎回ちゃんこジャングで囲んでますね。ギャングで囲んでね、竹結構何回も切れるんで。ミニペッカが行く、ガゴムでかける、全然全然、ここナイケスパーティーで打ってますが、ちょっとでもかけきたいダメージを。こっち側のケツスパーゲーちょっと助かりますね、気持ちね。いや、そう、気持ち程度だよ。どっちに来てもうざいっていう、間違いなくうざいんだけどね、これね、マジアチャで抜けるんですよ、マジ。うわー、なんかうざそうな画像。あ、待って、ミスった、やばい、待って、5タップやばい今日。あら、やばい、ウッドが、え、今日やばいっすよね、マジやばいな。でもだって僕がするわけない、凍ったー。なんか今おわけが言ったんだよ。僕がするわけがない。ちゃう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 、ことしかいないやん、犯人。いや、もしかしたら見えない何かがいるかもしれないやん。何言ってんの。うーん、お料理は可能性ある。中二病ですか。ちゃうちゃうちゃう、うわ、ちょっとうざい。おお、でも右ペッカー帰ってくる。ちょっと相手越しても、このカウンターはガグソーですが、スパーティー1個早めに出すかな。はいはいはい。結構これ逆サイト。これマジアチャがね、めっちゃいいマジアチャ。何って書いてる。で、多分そろそろ真ん中ジャイカゴムレからのバレルとか来そうですね。まあ、この残りスパーティーは呪文ファイボで消えるっちゃ消えるんですが、結構に打っちゃうからガゴムゲが苦しいという。うぃー。オッケーオッケーオッケー。おっと、これは、おお、結構削る消えか。やばい。ジャイパンチがちょっと入りますが、ラッコ選手、ここは、このミニペッカも相手は言えないですが、言えますか。もう一発ある。いや、でも両方とも削れてるな。うん、キングも願えるし、
これはワンチャンというかもうかなりありますね。このガゴムゲも餌になるという。相手はやばいやばいか、アセリの真ん中ジャイグスが、これはミニペッカで美味しく処理。ここはファイブを切っていく。うーん。シャーうわ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 。おめでとうございます。もう一人でね、めっちゃはしゃいじゃっけ。まあね、こういうことですよ。こういうことっすか。やっぱね、想像による邪魔がね、2回入りましたけど。いや、マジで、やばい、今日5タップやばいですね。でも、はい、もったいない。だから5タップなければ多分1回目も勝てたし、っていうので、ちょっとね、はい、あの本番とかでマジで気をつけたいですね。確かにね。うん。まあね、これちょっとね、スパゲきついんですけども、勝ててね、よかったです。まあ相手がマジできついんでね。まあ、ちょっとね、はい、いい感じできたかなっていうので、ちょっとね、今シーズンマジでポノスのみんなでトラック勝負してるんで、はい、おめえ何76言ってんだよ。地味に1回んだよ、今日。っていうことですね。で、あのチームの最多トルがコタの78なんで、みんながそれを多分超えたいっていう感じですね。はい、というわけで、まあね、79、まあできたら8000。1回行くね、今シーズン。気持ちだけは行きたいんでね、頑張りたいなと思いますね。はい。というわけで、ね、概要欄にね、コタチャンネル貼っておきま す。ぜひね、もうリーグもね、あと残り2試合はい、控えてるんで、ぜひね、そちらも応援ね、プレーオフかかってるんで、ね、お願いします、はい、というわけでね、皆さん、このマジアチュラフグね、もう僕が愛用デッキでもう大好きなんで、結構ね、相性悪いのとかもなんかいろいろこう、覆せる立ち回りとかも見つけてきてて、僕が動画出す頻度高いんで、もうぜひこれね、皆さんに使ってほしいですね。これ使えば、まあ学校動画もね、いっぱい見て、成長して、はい、一緒にね、はい、共にトップへ。イエー。では